平野紫仕様のダンス動画にドキドキの嵐、キンプリの振付師とお揃いの格好で踊る様には、わ、来ましたね。日本のエンターテインメント界において多くのファンが待ち望んでいた瞬間がついに訪れた。元キング・アンドプスメンバーであり、滝沢秀明さんが代表を務める、とべ、への合流を発表したタレント。 平野紫耀26が24日にインスタグラムを騒然とさせた。なぜなら彼がキンプリの振付師であったリーハタさんと共に披露したダンス動画が400番人超のフォロワーから熱狂的な歓声を引き起こしたのだ。ダンスの魔法。平野紫耀のダンス動画が注目を浴びるのは 彼がそのダンスに込める情熱と才能の証として受け止められているからだろう。この新たな動画は前日のインスタグラムでのツーショット投稿に続くもので、平野紫耀畑さんはお揃いの黒のキャップに黒い T シャツ姿で紫色の照明で照らされたスタジオで息の合ったダンスを披露している。感動の瞬間。この特別な瞬間には平野紫耀が Just wait for it. それを待つだけだ。とメッセージを添え、フォロワーたちは興奮のコメントを次々と投稿した。そのコメント欄には、イエさんと踊ってる待ってたよ。しよくん、素敵、ドキドキした。ものすごく、ドキドキした。わ、わ、わ、湧きました、ね。動画期しすぎだ、よ。簡単ふ。ありがとうから、最高オーブ最高、待ちます。 来るべき日を待つ、いい子で待ってる、ヒャー、身体全体で音楽に乗って音取っている気持ちよさそうな紫陽んが見ることができて最高です。など、熱狂的なコメントが寄せられ、そのダンス動画への期待感と興奮が高まった。キャリアの新たな初めふ。ヒラの仕様はこれまでにも多くのファンを魅了し、キングドプスの一員として音楽、ドラマ、 バラエティ番組など多岐にわたる活動をこなしてきた。その一方で、ダンスへの情熱も彼の魅力の一つであり、その情熱がダンス動画として具現化されるたびに、ファンは熱狂の渦に巻き込まれるのだ。リーハタさんとのコラボ。今回のダンス動画では、リーハタさんとのコラボレーションが実現し、ファンにとってはまさに夢の共演となった。 リーハタさんはキンプリの振付師として多くの楽曲でキングプリンスのダンスを手掛け、その振付は多くの人々に愛されてきた。このコラボレーションにより彼らの共同作業から生まれるダンスはファンにとって特別なものとなった。ファンのコメントから、ファンのコメントにはその感動が存分に現れている。平野紫耀とリーハタさんの息の合ったダンス。 その美しい動き、音楽への情熱がコメント欄に溢れんばかりの喜びと興奮をもたらした。彼らのダンスはファンにとって魔法のような瞬間であり、それが彼らの魅力と才能の証であることを証明した瞬間でもあった。結論。平野志耀とリーハタさんのダンス動画はファンにとって待ちに待った瞬間であり、その感動は SNS へで広がりを見せている。 彼らのダンスは才能と情熱の結晶であり、今後の彼らの活動にますます期待が高まることだろう。ファンは彼らの未来の共演やプロジェクトにワクワクして待ち望んでいるに違いない。